新谷さんはやっぱり放送系の楽部とかなの？お姉ちゃんがそうだから私は辞めるかな。へえ、お姉ちゃんいるんだ。うん、お姉ちゃんが放送部だったから私も放送部に入ったんだけど、いちいち比べられるし後悔してる。じゃあ喧嘩とかもすんの？すっごいするよ。お姉ちゃんケチでね、すっごいすぐに怒るの。私がちょっとお菓子食べただけですぐに怒るし。あのバカ男と別れたの？この子は違うから行こう。好きなの？ごめん。なんかごめんね、変なところ見せて。全然。綺麗だよね、双葉って。1年の時同じクラスだったけどすっごいモテてたし。いい人だよね、新谷さんって。え、気使ってくれたんでしょ私に。部活来なくてもいいよって。あれは忙しそうだったから。そう見せてるだけだよ。ねえ、ちょっと顔いじってもいい？大丈夫だよ、いきなり襲ったりしないから。ちょっと来て。見える？やっぱりね。絶対綺麗になると思ったんだよね、新谷さん。変えなきゃ。
鈴香さんもいたんだ。まなみ、はい、パン。そこ置いといて。全校生徒の皆さん、まもなく美化の時間です。素早く気持ちの場所に移動して掃除を始めてください。全校生徒の皆さん、まもなく美化の時間です。素早く気持ちの場所に移動して掃除を始めてください。さっきはどうも。一緒掃除する？もうここ吐くだけだからさ、もう超楽だよ。職員室のトイレ。うわ、超最悪じゃん。何？なんでもない。あ、トゲめんどくさいな。漢文だっけ？でもあの漢文のおばちゃん、寝てても文句言わないから楽じゃない？まあそうかも。言われてみればそうかも。あ、いいなスマホ。私もスマホにしたいんだよね。ごめん、今日部活行けないかも。何デート？分かった。じゃあなんか具合悪いとか私言っとくね。ありがとう。じゃあトイレ掃除行ってくるね。オッケー。頑張ってますよ。3年生だもんね。はい、頑張ってね。ありがとうございます。はい、アイスほっ。よし、じゃあソーダ先にいただいちゃうね。いただきます。うまっ、やば。はい、アイ。あ、てか聞いて、この前さ、お母さんとスーパーに買い物行ったんだけど、なんかさ、私は化粧さ似合わないよ、あんま。先輩すみません。はい。何？道塚先輩見たんですけど、昨日学校の帰りに見たんですけど、男の人と歩いてました。間違いなく水塚さんだったの？多分ね。絶対一緒やったと思います。鉛り気をつけて。はい。まなみ。何？昨日結局水塚さんとは連絡取れたの？うん、なんか体調悪くなっちゃったんだって。あ、愛に伝えたって言ってたけど。あ、なんか聞いたかも。ごめんね。
夜メールも来て今日は学校も休むかもって。へえ、あの人昨日男と遊んでたらしいけど。え、この子たちが見たんだって。本当なの？はい、あのあやめ公園で。なんかこれ見てはりました、大きいの。江口さん、すみません。これ以上かばう必要ないんじゃない？芸術祭まであと1週間なのに。なめてるよね。どうせバスケ部もそんなことで揉めたんでしょ。